高橋からです。今回はなんと初めてニコラとデピピがコラボします。そしてカエラコラボに引き続きライブコマースも予定しています。私の他にニコも登場する豪華なライブコマースになっているので、ぜひ皆さん見に来てください。はい、このマルチボーダーの短丈のニットはニコもみんなで色を決めたものとなっております。松田美優です。私が今着ているこのトップスはニコラコラボのデビューのものなんですけど、短丈のになっています。色もすごい、色合いもすごく可愛くて着心地もめっちゃいいです。はい、このデニムはスプレーフラワーがところどころにあって可愛いのと、みんなが大好きなワイドホックデニムなので、ベースがキュッてなってて可愛いです。3つ目はマルチボーダーカーディガンです。かわいいです。これもニコモで色を決めたんですけど、ビッグサイズでかわいいです。ゆったり着れるので全然楽しみです。こんにちは、中学3年生の小松崎双子です。ニコラとデビピアルマリオのコラボアイテムが発売します。かわいい。このカーディガンはもう触り心地がとにかく良くて、ニットなんですけどチクチクしないのがすごく私は好きです。しかも色味もこのガーリーさんとかでも着やすい落ち着いたカラーなので、すごく可愛い系が好きな子にはおすすめです。私も一番これが好きです。まだまだあるよ。コラコラボのリップです。すごい大きいサイズになってます。普段のリップのリップすごい大きくて、たくさんポケットがあります。これは取り外しが可能で、中にスマホが入ってるんですけど、移動教室の時とかにも持ち歩きできちゃいます。バチにチャックがあるんですけど、中に繋がってるところと鍵を入れるところがあります。安心安全の反射板がついてます。どうですか？めっちゃいいです。言ってたこと形になりました？はい。理想のリップです。かわいいです。靴は靴下と靴も履いてます。靴下はニコモの意見からですが、一番足が細く見える長さになって、ニコと長さがいい感じです。ワンポイントがポイントになってます。スニーカーなんですけど、ね、コラコラボは白と黄色の靴下が入ってます。グレーの配色がすごいおしゃれです。学校もおしゃれも楽しめそうですか？はい。みんな使ってください。よろしくお願いします。ちょっと中に見えちゃう。あ、これでもいい、これ系でもいいんだ。全然そこぐらいの中の真っ白に設置します。あ、そうなんだ。ちょっとなんか最近結構入ってるので、そうだね。薄い黒もあるけど、どっちの方がいい黒だったの？こっちとか、こっちじゃなくて、こっちの、こっちの方がいい。全然、あれでもいいですけど、カラーでもいいですよね。ああ。あ、ちょい濃いグレー。濃いな。うん。うん、これそこって板欲しいよね。板欲しいですね。なんか取り外せるみたいな。なんでもこういうの。カホとかが来たら、これでそのまま終わりだよ。薄感って商品をここに入れられるところがあって、これは学校では欲しいなって思います。
これがいいです。これがいい。これに。